重130キロ超えの夏の1週間コーデココチューブ。皆さんこんにちは、話ろくくわです。以前お洋服の購入品動画を出した時にあまりにもねたくさん買いすぎてて全部ご紹介できなかったので、紹介しきれなかった分を紹介できたらなと思ってます。すべてハッピーマリリンさんで購入したものです。ぶっちゃけ1週間コーデをするためにね買ったお洋服じゃないからちぐはぐなコーディネートもあるかもしれないんですけど、そちらはご了承くださいませ。それでは体重130キロ超えの夏の1週間コーデスタート。ここチューブ。1日目のコーデはこちら、袖が特徴的なトップスとシュールのスカートです。見ての通りね、袖がね襟巻きトカゲみたいになってて可愛いんですよ。夏はね暑いから涼しいものが欲しいなと思って購入しました。暑いからって言ってね腕をねそんなに出す勇気もないし、だからといって腕をね窮屈に隠すのもね嫌だなと思った時に、え、これめちゃくちゃ隠れるやんと思って購入しました。着てみた感想は思った通りに涼しいです。見てください、脇が全開き、全開きなんだけどしっかりとね腕も隠してくれるみたいな、かなり夏にはいいトップスなんじゃないかなって思います。前から見ると確かにこの辺ボリューミーかなって思うんですけど、横から見るとスッキリしてるんですよね。こういう袖って涼しくていいんですけど、この下の部分がね繋がってないんですよ。だから脇が見えちゃって嫌だなって思ったんだけど、そんなにね脇が丸見えっていう感じじゃないんですよね。それもいいなと思いました。まあ横から見たらね丸見えにはなっちゃうんですけどね。細かいプリーツがたくさんあって生地もね軽いんですよ。この夏ね私ね買ったものを開けてみたらなぜかグリーン系が多かった。自分では意識してないけどグリーン系をね目指してるっぽい。そして下がチュールのスカートになっています。今回買ったスカートじゃないんですよね。冬の終わりぐらいに買ったスカートだからちょっとねチュールの量がね多いんですよね。もう全部ウエスト周りゴムでねすっごい着やすくていいんですよね。しかもねこのスカートね色のバリエーションが10種類ぐらいあったと思うんですよね。だから自分のお好きな色をね選べるのもいいかなと思います。ということで1日目のコーデでした。2日目のお洋服がこちらです。パープルのワンピースです。これはどっちかっていうとお出かけの時に着るように買ったというか、近所のスーパーに行く時とかあと部屋着としてもいいなと思って購入しました。想像通りにめちゃくちゃ着やすいです。まずここの切り返し部分なんですけど太めなんですよね。ワンピース買ってね切り替えの部分が細いとお腹のお肉でね切り返しが見えなくなっちゃってお肉お肉みたいになっちゃうんですよ。でもね太いことによって下のお肉がちょっとセーブされてるような気がします。まあ私レベルになると隠しきれないところはあるんですけど、それでもね抑えられてます。生地なんですけど重くないんですよね。それでいてサラサラひんやりしてくれてます。 UV カットもしてくれるらしい。ストレッチ素材になってるので着るときも着やすいし、着てても動きによって動いてくれるからすっごい着心地がいいです。上はシンプルなデザインなんですけど下がねティアードスカートになってるんですよ。ここがねまた可愛いですね。ちなみに私身長が156から7センチぐらいなんですけども、丈はギリギリくるぶしが隠れないぐらいです。なので身長が私よりも小さい方にはちょっと長いかなって感じるかもしれないんですけど、私と同じぐらいの身長かそれ以上の方にはすごいいいんじゃないかなって思います。最近私妹がね関東に引っ越してきて姪っ子ちゃんに会いにお家に遊びに行くんですけど、遊びに行くとねめちゃくちゃ動くんですよ。だからそういう時にね着ていってもいいかなって思うので、小さなお子さんがいらっしゃる方にもおすすめなんじゃないかなって思います。ということで2日目のコーデでした。まあ、コーデって言っても着ただけだけどね。はい、3日目のコーデがこちら、ピンクのトップスとチェックのスカートです。じゃあまずトップスのご紹介していきます。リブニットになってるので夏の生地にしてはしっかりしてる方ですね。でもニットといえどもねサマーニットになってるので暑苦しいっていう感じではないです。そして私の大好きな襟、このレースになってる襟ね可愛いですよね。変に襟で暑くなっちゃうの嫌なんですけど、これだったらね暑さを全く感じないです。ここにリブがついてるのでキュッと締まってる感じです。でも言うてね伸びるのでそんなにきついっていう感じはしないです。下のスカートはすごい軽いんですけど、実はこれしっかりと裏地もついてます。しかも私の好きな伸びる素材の裏地、あとは元からねシワ加工がされてるんですよ。だから洗い物した時とかもシワを気にしなくていいのもいいところですね。このトップスとスカートをねどうにかしてね合うようにしようかなと思って、まあ家にあったねベルトをつけてみたんですけど、ベルトを取ると前のねウエスト部分が平らになってて後ろだけゴムになっているタイプです。スカートの中からトップスを出すとこんな感じです。この2つの組み合わせはチグハグしてるのでお洋服が活かしきれなかったのが残念かな。お互いにね似合う相手を探して着てあげていこうと思います。4日目がこちらワンピースです。やっぱりねワンピース最強。一見
はデニム生地かなって思うんですけど、デニム柄に印刷されてるような感じです。だからね、軽くて着やすいんですよ。これまず正面なんですけど、前にですねボタンがついていますね。パールでね、可愛いんですよね。そしてここの部分にフリル、デニムっぽいワンピースって結構パリッとしてたりとかかっこいい系が多いんですけど、これはねすっごく可愛いです。袖も若干のパフスリーブにはなってるんですけど、そこまでボリュームがある袖ではないので、可愛いながらもスッキリとした印象です。そしてここで縛られていてフリルになってます。生地はこんな感じです。ちょっとねテロンとしてる感じ、安っぽくも見えない素材ですね。透けない。お洋服紹介をするとワンピースを着る勇気がないとか、可愛いお洋服が似合う気がしないっていうコメントをね多くいただくんですけど、こういった落ち着いた色味のワンピースから始めてみると着やすいんじゃないかなと思います。現に私このワンピースはすごい着やすいし、あと色味も落ち着いてるから気軽に着れるんですよね。もう2ヶ月前ぐらいに買ったんですけど、多分週に1回は着てるぐらい超着てます。この切り返し部分も緩めでゴムが入ってるので本当に全然きつくないです。これでね食べ放題行っても全然大丈夫。デザインがとっても可愛いけど、色が落ち着いた色味で生地も軽いのでめちゃくちゃお気に入りのワンピースです。ここチューブ5日目のコーデがこちら、水色。今ね袋から出したので無理やりコーディネートしたから、コーディネートに自信はない。まずこちらのトップスなんですが、先ほど紹介した襟巻きトカゲみたいな袖、それみたいな感じで、これまでとても腕が開放的なデザインになってます。生地はすごい薄くてシャリシャリしていて撥水性も良さそうです。これもねありがたいことに腕を隠してくれるデザインになってますね。でも開放的みたいな、これもよく見るとね個性的ではあるんだけど、ベーシックな形に見えるからそんなに派手っていう感じがしないですね。何よりもこの生地をつるんとしててね、触り心地がめちゃくちゃいいんですよ。襟元も一段こう上がってるやつって窮屈になりがちなんですけど、結構ここね襟ぐりがね広いのですっごい涼しくて快適です。1段2段ってなってるところもねまた可愛くてお気に入りです。そしてスカートは、生地はね割としっかりめですね。透けることがなさそうです。透けることはなさそうなんだけど、ちゃんと裏地もついてます。裏地があるとね安心感が違いますよね。夏は暑いから時と場合によって裏地がねちょっとペタペタして嫌だなっていう時もあるんだけど、基本的にはね裏地があるとね安心感が違う。生地はこんな感じでしっかりしてますね。多少やっぱりね夏の生地みたいになってるから、光を通すとちょっとだけ透けるかな。なので裏地があって大正解ですね。このトップスはカジュアルとフォーマットの間っていう感じがして、スカートはねカジュアルな感じなので、トップスの代わりにはこういう綺麗めなスカートに合わせたりとかするのがいいんじゃないかなって思います。ちなみにこれはリジェイさんのです。まあ、こういうカジュアルなスカートでも全然変じゃないけど、私はどっちかっていうとこういうのと合わせた方がこのトップスは生きるんじゃないかなって思います。このスカートはさっき紹介したこちら、これとかと一緒に着た方が生きてくるかな。ということで5日目のコーデも改善の余地がありそう。今更思ったんだけどさ、無理やり買ったものを工事するとさ、なんか納得いかないのが多いなぁ。まあ皆さんは購入品紹介だと思って温かい目で見てください。6日目はこちら、カーキのワンピースです。これね写真で見た時はもっと綺麗系になるのかなと思ったんですけども、思ったよりも可愛い系なデザインだなと思いました。前は布と布が重なってできてますよっていう感じになってるんですけど、ここがねしっかりと縫われてるんですよ。だからねはだけることもなさそうで良さそうです。そしてね切り返しのところはね太めのシャーリングになってます。袖はねゴムが入ってます。ここが V ネックになってるからすっきり見えてすごいいいですね。後ろにね紐がついてて調節できるようになってます。生地はそこまで柔らかさはないんですが、パリッとしていてクールな印象がありますね。だからといって硬すぎるわけじゃないので着心地は悪くないです。これもスカートの丈がねそんなに長くないんですよね。長いスカート好きなんですけど、長すぎると駅の階段とかで自分のスカート踏んでね転びそうになる時あるんですよ。一番勝手ない丈なんじゃないかなって思ってます。でなんでこのデザイン可愛く見えるんだろうと思ったら、それがねスカート部分にあって、裾からちょっと上がったところがはしごレースみたいになってるんですよ。このはしごみたいなラインの下から若干のギャザーが寄っててフリフリっとなってるんですよね。これがまた可愛いんですよ。素材だけで言ったらカーキってどっちかっていうとメンズライク寄りになると思うんですけど、あえてカーキなのにデザインが可愛いっていうのがめちゃくちゃツボです。その気取らないで着れる感じめちゃくちゃ好きですね。なんだかんだ毎回着ちゃう服ってこういう服が多い気がする。そんなわけで6日目のコーデでした。はい、ということで最後になりました。7日目がこちら、ワンピースです。このワンピース
か以前の撮影で着てたんですけども、大人気のワンピースです。夏ってさ、結構サラサラのものとか求めるじゃないですか。すっごいサラサラなの。もう着心地も抜群、可愛い、そして皆さんからも好評、もういいことしかないワンピースです。まずね、前なんですけど、ボタンがねこう前についてるんですけど、これは飾りボタンで、実際はねここね縫われてるんですよ。パカーンってなる心配もないです。そしてこのフリルの2段階、もうこれめちゃくちゃ可愛いですよね。なんかいつもフリフリして花柄で似たような服ばっかり着ちゃうんですけど、普段だったらピンクとか明るい色をね買おうかなと思ったんですけど、この夏は大人っぽくなろうというコンセプトが勝手にあるので、ちょっと暗めな色を選んでみたんですけど、思いのほか皆さんに好評で嬉しかったです。ほんとね、何もかもがね完璧でね、私ねすごいわがままだから、首はね詰まってるのは嫌なんだけど、開きすぎてるのも嫌なの。これちょうどいいんですよ。全然ね襟元開いてないのに涼しいんですよね。めちゃくちゃ袖可愛いですよね。ボリューミーに見えないし、下だけ広がってるんですよ。だからすごい可愛いの。切り返しもね、もちろんゴムこうなんだけど、全然ね締め付け感がなくてね、いい感じです。着心地も抜群。そして前回の動画では見えなかったと思うんだけど、丈はこんな感じですね。生地はねザ・プリントって感じ。ちょっとシャッシャッシャッってする感じで、サラサラして気持ちいいです。なんと裏地もついてます。伸びるね裏地ではないんですけど、裏地も幅広になってるから、裏地がね窮屈になること私多いんですけど、全然裏地も窮屈じゃないです。このワンピースね、色違いがたくさん出てたんですよ。だからね、もう一色ぐらいで買っちゃおうかなって思ってます。今回紹介したお洋服の中でも一番好きなワンピースです。ココチューブ。はい、ということで本日はハッピーマリリンさんで1週間コーデをしてみました。多少コーディネートに難がありましたけども、一点一点は素敵な商品ばかりで、とっても気に入っています。サイトを見ていただくと分かるんですけど、色違いとか柄違いの種類がとっても豊富なんですよ。だから気に入った商品があれば、またね違う色のものを買ったりとかできるのもいいんじゃないかなと思いました。今日ご紹介した中でお気に入りのお洋服がありましたら、ぜひコメントで教えてください。この動画が面白いと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。花城ココアでした。バイバーイ。どっちゃりレイドが出たかな、これはなモテると思ったのに、全くモテモテない。コメントでまた釣り対策どうしてるんですかって聞かれるんですけども、ハッピーマリリンさんのスパッツマジでおすすめです。このねウエスト部分がねマジで薄くておすすめ。ぜひスパッツも購入してみてください。